もう一度やらせろこれで終わりだ待ってろ手を冷やしてくる誰か俺の上着を持っててくれないか客は骨の砕ける音に金を払うんだその面ボコボコにしてやるぜ種族の血なんて関係ねえ 俺は俺だ。反則だろああ、<laughs> 今のは聞いたぜ。おいこの辺りに医者はいるか向こうについてやってくれ。誰にでも作戦はある。地面に叩きつけられるまではな。そのまま降参するんだな。俺のお袋もバスタ屋なんでな。そうでなきゃ、お前なんかとっくに叩き潰してる。 ここが俺のリングだ。俺が他人の言うことに耳を貸すとでも思うか <laughs> すまん、おふくろ。かかってこいはっ、はあ、全員俺が相手しないとならねえのか。俺のシ俺のにようこそ。生き残れば、また次の試合にも呼んでやる。まあ。 やられた分強くなればいいだけのことだ。<laughs> サンドバッグにちょうどいい。ヘッドクラッシュルールは分かってるな。ノクサス野郎。お互いビジネスの邪魔はなしだ。ぶっ飛びな <laughs> 俺が誰だか分かってないようだな。どうした間の抜けた面しやがって。男なら俺みたいになりたいだろだが、 俺になれるのは俺だけだ。両腕にタトゥー気に入らねえな。お前じゃ無理だ。5対5だと誰だそんなふざけたルールを作った奴は。ねおいちょっといいか。ファイトマネーは出るんだろうな。ショーってやつは、それを求める観客がいるから存在するのさ。 そのまま寝てるんだな。高明な武道家の言葉に、水のごとくってやつがあるが、まあ俺は、荒れ狂う大波ってところだな。親父と再会したとして、せいぜい鍛えておいてほしいぜ。殴り合いができる程度にはよ。俺とやるってのか誰かの顔に拳がめり込んでからが本番だ。俺を殴るのか 当てろよああそこが弱点かやる気みたいだな。俺の親父は逃げちまったが、お前もそうした方がいいんじゃないかほら、撃ってこいこれはこれは、由緒正しいバスタヤか。俺なんかじゃ相手にしてもらえねえかな。おい、お前、ビルジウォーターから来たのか。俺の親父を知らないか クズ野郎でな。ちょうどお前みたいな。歯が全部なくなっても、そんな軽口叩けるかっっさてと、遊びは終わりだ。好きなものお袋とこの拳。そして上質のアイオニアシルク。うわっはっ誰かこいつら全員運び出してくれ。 やろうってのかどいつもみんな、俺を倒すのは自分だと思ってるらしい。<laughs> やってみろよ。テクニックか。軽量級の奴らには必要だろうな。世間ってのは、成功した奴を憎むもんだ。その度胸は認めてやる。ま、遠慮なくぶん殴らせてもらうがな。 仲良くな !K.O. じゃなくて K.D. ノックデッドだ。全員相手の殴り方くらい分かってるよな。教えてる暇はねえぞ。ああ親父と同じノックさせやろうか。なら手加減なしでやらせてもらう。いい度胸だ。はははおふくろ、俺じゃねえ。顔面にストレートだ。 降参はしない主義でね。お前が最初の挑戦者だとはっ <laughs> ランク分けをもっときっちりやっとくんだったな。ふ受けてみな相手のことを本当に理解したいなら、戦ってみないとな。そいつの息の根を止めるまで、礼はさせてもらうからな。昔は、ビーストボーイセトなんて呼ばれてたが、はっ 今じゃ、ビーストマンセトってところだな。でノクサスの全員が悪党ってわけじゃないが、みんな善人ってわけでもないしな。すぐに帰るよ、マ、ま、マ、あまあ。<laughs> お前じゃ相手にならん。ここも俺が仕切らせてもらう。いいな。殴り放題だな。フェイスクラッシュ使う側と使われる側。 そこには大きな違いがある俺を悪党呼ばわりするやつもいるが自分では経営者だと思ってる俺の気が短いのは母親譲りでなボスになるにはボスを倒すしかないどう見てもお前には無理そうだなは <laughs> <laughs> やるな <laughs> さてやるか敗北から学べなんて言うがそれが本当なら俺のおかげで世界中が賢くなってるはずだショーの始まりだ顎引いとけ戦いこそこの世の全てだ少し用事ができた別にやましいことじゃない嘘じゃねえって俺のリングに 降参って選択肢はないぞ。俺に勝てると思ってるなら目を覚ませ。今謝れば許してやる。ファイトマネーはいただくぜ。<laughs> 俺があんなのに負けるわけがあるか。お袋の悪口を言うんじゃねえ。くらえまあ、これが仕事なんでな。これが俺の拳だ。こいつは金が取れそうな試合になるな。 本気で来いよ。ぶん殴ってやる。大切なのは、戦いの間の休息だ。ラウンドの間には、インターバルだろ。金はいただくぜおい、そこのマヌケメインイベントの真っ最中だぞ。おっと、後で冷やしておいた方がいいぞ。武器を使ってもいい試合らしいが、 俺が持ってきたのはこの拳。これこそが最強の武器だ。見ろよ、あの面殴ってくださいって顔してやがる。ファイトマネーはいただくぜ。激しい試合になりそうだな。毛が逆立ってきた。大事なのは何回倒れたかじゃない。何回立ち上がれるかだ。俺はこれまで負けたことがない。覚悟はできてるんだろうな。 こいつは聞くぜお手並み拝見といこうかボディースラムいいか。この試合で生き残った奴がいたら、仕事を紹介してやる。殴られたい奴は、ここに並びな。生きるか死ぬかだ。おい、いいか。この試合のこと、お、お袋には黙っててくれよ。いいな。派手にやろうぜ。ああ、うん おい俺の拳にくっついてるこの歯、ドイツのだ !483 章、いっぱいか。恨むなよ俺の上着は、ここらの土地ぐらい変えちまえるほど高いんだぜ。顎に決めてやる。アイオニアか。死ぬほど地味で退屈なところだったな。俺が現れるまでは、人を傷つけるのは好きじゃねえが。 人を殴って手にする金は大好きだぜ。休憩だ。ちょっと戻って、ストレッチしてくる。主役の登場だ。拍手は結構。いいから静かにしろ。俺の人間の血。邪悪な方の血を見せてやるよ。やられるってのは、どうも性に合わねえ。初めて喧嘩した日のことは今でも覚えてる。 泣きながら家に帰るとおふくろが俺の涙を拭ってくれたんだ鍵詰めでなはぁ、あ、俺のショーから消えな挑戦者の列が短いなゴングを鳴らせわざわざ負けに来たのはどいつだ親父恨むぜまっとうに生きたところで破産するだけだぜ ジャブなんていらねえ。全力で殴って来い。残念だったな。負けただと誰だって負けることはある。まあ、例外もいるがな。チッ。いいパンツを履いてくるんじゃなかったな。頂点に立つと、そこから引きずり下ろそうとするマヌケが必ず出てくる。足を引っ張られて、上等な靴が汚れちまうんだ。 あの闘技場を始めたのはお前たちかもしれないが、今の形にしたのはこの俺だ。俺は拳で金を稼ぐ。そう。今が稼ぎ時だ。暴力は良くないなんていう奴もいるが、闘技場はいつも満員だ。つくづく自分が敵じゃなくて良かったと思うね。う人間にしては毛が多いし、バスタ屋にしては毛が少ないときた。 どうしろってんだよ。昔、俺は命を懸けて戦ったが、儲けていたのは別の誰かだった。だが今はその逆だ。この方がずっといい。